どうもゴーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、いつもの公園でね、お昼ご飯に鍋を作ろうと思ってね、準備して持ってきました。ちょっとね、日差しがすごくてね、寒い中で鍋食べてるとこ撮りたかったんですけどね、もうちょっと暑いぐらいですね今日は。まあのんびりとご飯食べていきたいと思います。じゃあ行きましょう。今日はね、前回紹介した EFM22mm の、F2.0 パンケーキレンズで撮影してます。ひょっとしたらなんか駆動音とか入るかもしれないんですけれども、今日はね、もう外なんで元買ってきたんで、これ適当に釣っていきます。風向きがね、焚き火するとね、マイクのモフモフがびっくりするぐらい臭くなってね、これちょっと週末に出かける予定があるんですけど、大丈夫かなそれ。いつもね、小型の扇風機でやってたんですけど、タケ TV のタケさんにロマンがないって言われたんで、このフィゴ買いました。でこれがキャプテンスタックの丸型飯盒。丸型、なんで丸型言うたらご飯も炊けるし、こうやって鍋もできるし、いろいろ使い勝手いいかなと思ってこの丸型にしてみました。あ、そうそう、同学校の那須雄介さんっていう方がいらっしゃるんですけども、その、同学校で、動画のコンテストがありまして、せっかくやからね、ちょっと参加してみようかなと思ってます。2月10日締め切りやったと思うんで、間に合いそうやったら下の方にリンク貼っときますんで、皆様ご参加ください。なんかいっぱい参加してくださいって那須さん言ってたんで、お、できた。これはね、ミニトライポッド、鍋やからね、今日直接ずっと火に当たってるとどんどん煮えてくるんでね、ちょっと一旦上、家からね七味を持ってきてたんで、ね、ああ煮えたぎってるね、火が頑張ってるね、えらい。これをまた、じゃあいただきます。あ、どこ行った。あ、今日はねちゃんとノンアルでいただきます。ピトー出んのかな。うん、おいしい、めっちゃおいしい。ピトー出んのかな。なんかちょっとヒロシさんっぽくないですか。
あのキャンプの一回ね、これ下ろして、ね、締めにこれサリ麺持ってきたんで、これで締めのラーメン作りたいと思います。これはね、韓国風ラーメンなのかな。プラにはそう書いてます。韓国の大衆鍋料理の一つ、プデチゲ、チゲスープにキムチ、豆腐。あ、豆腐持ってきたの入れるの忘れた。今から入れたら遅いか、もったいないですね。ごちそうさまでした。それじゃちょっとせっかく設営したし、まあね、こんだけあったからちょっとゆっくりして、まあ時間見てコーヒー飲んで帰りましょうか。コーヒー飲んで片付けて帰ろうかなと思います。今日はですね、またいつもの公園なんですけれども、デイキャンプで、鍋を食べてみたという回でした。ほんまはね、もうちょっと寒い中でね、こうあったかいなって言いながら食べるつもりだったんですけど、ちょっと今日ほんまに天気良すぎてもう眩しいぐらいなんですよね。またね、機会があればやりたいと思います。それではね、また次の料理か Vlog キャンプ動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームビーゴーでした。暑いな。